ジピットチャンネル始まりました。ケントでーす。マサでーす。おーちゃんでーす。アサギです。ありがとうございます。今日は元なでしこリーグの3人に来てもらいました。お願いします。なんと YouTube 解説したってことで、じゃあちょっと簡単なその YouTube 紹介もそうなんだけど、その自己紹介をお願いします。マサです。それで FTM、 年齢は今年30、ポジションはフォワードをやってました。おーちゃんです。30、もうすぐ4ですね、はい、ポジションは、まあ、似てます。トップ下とか得点に絡んでいく攻める人です。朝日です。 FTM マザと同い年、30の代です。ポジションはゴールキーパーでした。全然さ関係ないんだけど、オフサイドが納得いかなくてあのルールが納得いかないし、はい、で3人は FTM でもう戸籍は全員変えてる、はいはいはい、っていう感じで、もともとサッカーやってた時は戸籍変える前の治療前ってことでしょ。そうです。よく聞くのがサッカーを取るか戸籍変更を取るかみたいな、うん、ドーピングになっちゃったりするんじゃない、はい、このホルモン注射が、それで葛藤があるとかいう話とかよく聞くんだけど、そういうのってどうだったの？迷ったり。僕の場合はその選手になってっていうのを叶えられるっていう、やっと叶うものが手に入るのに、うん、そこで諦めるのは嫌だっていうのがあったんで、サッカー終わったら治療しようっていうふうにもう決めてた部分があったん でそこら辺は僕の場合は気にしてなかったです。どうだ全然違うんですよ。親にこう治療したいっていう話をされた時に、うん、まだ早いんじゃないかっていう。治療したいけど、まあ、親がサッカーした方がいいんじゃないみたいな感じ。まだ仕事ももらえてサッカーもできて、うん僕は大学までって逆に決めてました。あ、サッカーは大学まで。大学を進学する前に家族カミングアウトだったんですけど、悩みを解決するのか、うん、相手言うけど女子サッカーをやるか、もうこの2択しかないから、うん、選んでって言われて、トランス自体は反対されなかった。あそこに関しては。あ、よかったね、うん、それでね。僕高校の時本当怪我続きで、うん、全然キーパーだったんだ。そうです、そうです。キーパーに怪我するもんだね。そうなんですよ。僕は手術4回ぐらいしてマジで。何でしょう、膝もうすごい稲妻シュートみたいな。漫画の漫画見せて。じゃ治療を最初にこう始めた時って何歳ぐらい？自分が、27歳で引退して、引退試合があった時にもう胸速攻取りました。京都行く前に二十歳の上取ってです。あ、そうなんだ。ホルモンはやってないけど、でその時に親にホルモン打ってくれ。何歳か は、24、5ぐらいの時に引退したんで、その時期。僕は24歳で退院って、全部やってきました。ホルモンは大学を卒業してからホルモン注射も始めました。あ、じゃあみんなやっぱりサッカーやめるタイミングで治療に切り替わる。それまでに考えることってやっぱりあるよね。いろいろ情報調べたり、自分なりになんとなく引退終わりが見えて、それ逆算してやってるんだね。サッカーやってる人みんな大体チャラいよね。チャラい説は正しいと思ってる。どの辺がですか？目つきとか。目つきですか？こんな獣のような目つきをしてるってことですか？触り方が違う。違うって何だろう。触られたんですか？なんかサッカーやってる人が結構ボディタッチ激しいなって思う。激しいですよ。大体こうさ。もう早い。イメージ多分誰のさ直接。イメージ通り。もはやサッカー関係ないけど。サッカー界ってメンズとかっていう独特の FTM を表す言葉。え、まさメンズみたいな。そうすると。誰だよ、メンズね、みたいな。その聞かれ方して答えるの、みんな普通に、うん、自分で答えるっていうよりかは、誰だよってメンズなの、あ、そうっぽいね、みたいな。普通にそれをマイナスじゃなくて、メンズかどうかをみたいな、さらっと答えた感じがね。 FTM なのってことだよね。それはメンズって、あの人 FTM なのって言って、あ、そうそうそう、みたいな話が普通にあるってこと。でもなんか多分サッカーだって LTM っていうのはあんま知らないかもしれないですね。ね、それをメンズって言ってる、言ってる、自然と言ってるって感じです。でも言葉の意味は結構広いなと思います。うん、別にみんなが
僕たちみたいに治療したいとか治療してるわけではない、戸籍変更したいとかじゃなくて、はい、結構恋愛ベースの、そうなんです、ね、女の子と付き合えるかどうかとか、そういう感じ、まさにそれだった感じなんです。うん、ゆくゆく全然こう男の人と結婚する人もいれば、はいはいはい、超ね久しぶりになったらめっちゃ女子になったり、ああなるほどなるほど、子供産んでるとかは全然あります。うん、チーム内で恋愛とかあるわけでしょ。わあ、うん、割と OK。近いよね、近場でどうするのって。近いよね、めちゃめちゃ興奮してる。別れたりしたら、別れるわけじゃん、チームメイトは。意外とさ、バチバチとかなんないよね。元に戻れる。本当、はい、なんかさ、チャラいエピソードないの。でも、量やばい、あるわ。あるでしょ、絶対あるでしょ。ちょっとびっくり、意外すぎて。絶対あるよ。いますね、これは。いや、あの先生一緒に住んでる。その中でもまあありました。個室なの？集合部屋なの？六畳三人。あ、六畳三人か。絶妙。それ、ま、彼女とかいた？それは。いました。嘘。もう一人の子なんか可愛そうだね。すごい。僕の学校結構厳しかったんですよ。あ、そうなの。その点あれだったんだよ。緩かったわけですね。寮？寮生。そう、ちゃんと門限もありましたよ。でも門限やめても大丈夫、そういうベテランですから。呼ばれてたりもしました、怒られたりもしましたけど、懲りずに自由にやらせていただきました。その寮の中で付き合ってた？同じ部屋でした。あ、そう、2人3人で、あ、やっぱり1人はもうまた違う人と付き合ってましたんで、もう部屋から出てきたんで。あー、マジで。すごいね、たまたま一緒だったの。一緒だから付き合ったの。先輩たちが確かに部屋を決める、まあ、付き合ってたのが先輩だったんだけど。あ、初見の内容ですね。初見の内容だね。じゃあパートナーはいるんですか？いないです。本当に動画向け？いや、本当にいないです。デートはしてます。あ、してますね、してますね。デートはしてます、はいはい、デートだけで満足です。デートでどこまで行くの？全部さ、まで。まあデートなんで、それもデートの一つ。遊んでるね。自由に。いいな、いいな、いいな。恋愛対象みたいな2人は？あ、女性。女性です。はい。あ、もうちゃんは、反省みたいな。好きになったなって思った人ができたら、まあ、それでいいかなぐらいで。いやー、ちょっと、これも僕の、あの、勝手なイメージなんだけど、サッカーやってる人は大体手が早いっていう。いやー。デートから、こう、スまでのプロセスがすごく早くて、もっと早い人だと50くらいなんかな。すごいな。いや、全然強いと思うね。いやいや、イコールされちゃう。これ前編後編で、今アジピットチャンネルで前編で、後編はミュータントウェーブでやりますので、はい、続きは後半で見てください。概要欄に貼り付けておきます。じゃあそれぞれ個人のインスタとかツイッター、 SNS も概要欄に貼り付けておきますので、ぜひフォローしてください。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。おはよう、おはようみたいな。ゴーマックスだよ、ゴーマックスだよ。おはようなんだ、朝。おはよう。マジで。おはよう。じゃあそれでよっしゃーって頑張ろうみたいな。マジか、朝か。僕夜派だからね。